はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。ということで、まずはですね、ランキング結果が出揃いましたということで、先週行われておりましたピーチカップの結果発表から見ていきましょう。前回までですね、ヘイホーカーニバルを動画に、して2回に分けてですね、前後半に分けて、撮らせていただきましてですね、もし後編の方までまだ見てないよっていう方はですね、まあ、もし結果をね楽しみにしてくださってる人の中で見てないよって方はそっち見てきていただけると流れがよくわかるかなと思うんですけども、ここからは少しねネタバレを含んだお話をさせていただきたいと思いますけども、その動画の時点では、奇跡的に5点差ね、5点差ですよ。ピーチカップ3コースの点差が5点差で、なんとか首位に踏みとどまっていたんですが、そこからおよそ半日経って結果発表どうなったでしょうか。なんか逆転されてる気がするけど、頼む1位。うわ、めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。リーグ54久々の昇格となります。過去最高がねリーグ54で、53、54を2回ぐらい行ったり来たりした後、3、2と2回下がっちゃってからのまた4というところで OK です。嬉しい、ボーナス嬉しい。あ、フレンドの皆さんいつもありがとう。ということで結果発表この通りになりました。いやー、夜中の3時まで走り込んだ回がありましたね。よかったよかった。ということでね、見ていただいた通り2位の方との点差なんと5点。いやー、やりました。ほんと逆転されなくてよかった。さて、内訳を見てみましょう。ヘイホーカーニバルの方は最終的に動画にさせていただきましたので、皆さんよくご存知だと思います。さあ、ドーナツ平野は動画の段階からこのような形でごめんなさい、点数更新させていただきました。ドン。はい、もうほんとね、ごくごくわずかなんですけども、まあね、走り込んだ結果これぐらいは更新することができました。意外にですね、準適正で、サンタクッパかな、サンタクッパコインボックス持ちですよね、を使ってる方でもね、これぐらいの点数出せてる方たくさんいたんで、そういうやり方もあるんだなと思いながらね、見ていたんですけども、まあなんとか猫ピーチを取った甲斐があってこんな点数にすることができました。まあこのね、ピーチカップ僕自身はハイライトとしてはヘイホーカニバル頑張ったというところがどうしてもフィーチャーされるんですけども、まあやっぱりね、猫ピーチをガチャで手に入れたところから始まってるのかなというふうに思います。そして2コース目、パリプロムナード 2X は、2段階に分けて、実はね、動画の後ね、点数更新することができました。まずはこちら、ドン。はい、こんな感じですね。まあ、パリプロムナードに関してもですね、動画出した段階で、いや、まだ不完全燃焼な気がするっていうところから、まあ個人的にね、動画外で走り込ませていただきまして、最終的にはこちら、ドン。はい、ということでね、22,891 点まで更新することができました。いや本当にね、フルコンボ、そしてコインフィーバー、その他もろもろっていうところでね、なんとか更新することができまして、まあこれがあって、そして最後のヘイホーカーニバルの粘りね、どれを取ってもね、この5点差の勝利というのはなかったかなというふうに思いますので、いやー、久々に1位なんでね、そんなことないか、先週も1位だったかな。いやでも本当に、喜ばしい結果だなというふうに思いますので、今週も皆さん頑張っていきましょう。はい、ではお知らせ画面にやってきました。後半戦スタートということで、土管の第2弾がやってきておりまして、今回は猫キノピオ、こちらがですね新登場というところになっております。さあ、マシンのブルーサイダー、そしてグライダーのお面屋さん、こちらはですね、過去にも登場しているものだと思うんですけども、こちら新登場は猫キノピオ、こちらもね、スペシャルスキルがスーパーベルというところになっておりまして、かつですね、今回リーグ対象となっておりますですね、ドーナツ部屋 2R、こちらの方でもですね、猫キノピオがピックアップされておりますので、欲しいなっていう方はね、ガチャ引いてみるのもいいのかなというふうに思います。スーパーベルの使い心地に関しましてはですね、まあ、悪くないかなと。特にやっぱコース幅が狭かったりとか、結構ね、人が密集するコースにおいては威力を発揮するかなというふうに思いましたし、攻撃もできるしガードもできるっていう点でね、非常に嬉しいかなというふうに個人的には感じておりますので、使ってみたい方はぜひガチャ引いてみてください。はい、続きまして今週のリーグショップやってきました。はい、まずキャラの方はこちら、赤の子の子レースバージョンというところで、こちらね、今回ピックアップですね、最適正で来ておりますので、持ってない
方ぜひ、赤のこの子ゲットしてファイヤーフラワー使ってみてください。そしてマシンの方は赤ヨッシーターボですね、うん、なるほど。そしてグライダーの方はカラグライダーというところでね、まあ、やっぱり安価で来ておりますので、ぜひねここで重ねていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、オールカップクリアということで、はい、やってきました。あ、なんかちょっと微妙な感じになっちゃったな。後で説明します。さあ、ライバルをクラッシュさせた回数、そしてプレイ時間、先週は 9.7 時間、すごいね。一番走ったコース、パリプロムナード、へえそうなんだ。バナナを当てた回数361、獲得したグランドスター253、一番走ったキャラネコピーチ1になった回数ですね。なるほどね、面白いですね。うわ、みんなひしめき合ってる、いいですね。さあ、オールアップ土管引いていきたいと思います。いきましょう。猫キノピオ来ちゃえ。お、キャラだ。引いたらめっちゃでかいけどな。はっ、おー、黒ヨッシー初登場ですね。初登場キャラは非常にありがたいですが、黒ヨッシー持ってないと困るぞっていう経験今まであったかな。いや、でもこれは非常にありがたい、よかった。はい、ということでね、大逆転レースをこなしましてですね、オールアップ、オールクリアおめでとう、そしてオールアップ同感引かしてもらったんですけども、なんで微妙な空気感で始まったかっていうと、実は大逆転レースでね、1位になれなかったんですよね。2位だったんで、あれこれでエンディング行くんだとか思ってちょっと微妙な気持ちになったんですけど、キャラはルイージを使ってたんですけども、準適正のキャラでね、大逆転レースで結構きついなと思いながらね、2位になってしまったので、ちょっと微妙な空気感で始まってしまいましたが、ここに黒ヨッシーいますね。なんと非常に面白いことになりました。この黒ヨッシーが出たのか、嬉しいな。またどっかでねきっと使う機会あると思います。まあダブルボム兵がいいか悪いか置いといて、ウルトラレアの新キャラっていうのは非常に嬉しい、ありがとうございます。では猫土管2ですね、こちら2回無料で引けますので引いてしまいましょう。キノピオ来ちゃえ、この流れでいいぞ。いやー、無料土管で久しく金土管来てないですね。お、のこのこコイン400枚ありがとうございます。さあ2枚目いきましょう、お願いします。金、うーん、やっぱなかなかね100分の1は厳しいですね。ほっ、ドライブキッズ。はい、ということで本日のメインはリーグ対象となっておりますキノピオカップ、こちらの3コースをそれぞれ下見していきたいと思います。では1コース目のノコノコビーチ RX からいきましょう。このコース結構苦手意識あるんだよなと思いつつ、こちらでですね、今回リーグショップの方で来ております赤の子の子がピックアップされておりますので、ぜひ獲得してみてください。このコースは結構優しいですね。もちろんね初期からあるコースだし、ウルトラレアが、6枚、そしてレアが4枚ピックアップされておりますので、皆さん最適性で走れるんじゃないかなというふうに思います。そしてロゼッタスイマーバージョン、ノコノコゴールデンノコノコですね、そしてコイン巻きお姉さんことピーチバケーションバージョンの3枚がコインボックスキャラがピックアップされているということで、ここは高得点必至なんじゃないかなというふうに思います。個人的にはバケーションピーチ使っていきます。さあマシンですね、マシンも環境的には結構たくさんのウルトラレアがピックアップされております。何か持ってればと思いますが、ウルトラレアが6、7、8枚、そしてレアが2枚ピックアップされております。今回リーグショップでやってきておりますが、こちらが赤ヨッシーターボですので、こちら皆さんね、何も、最適性がないよっていう方はぜひ使ってみてください。僕自身はこちらかな、水色キャサリンターボレベル5、先週かな先々週かな、こちらの方、レベルアップさせてありますので、さらなるレベルアップはちょっときついか、でもレベル6にできたらさらに嬉しい状態ではありますね。こちら使っていきます。さあ、グライダーの方に関しましては、お、これはなかなか珍しいバージョンで、カラグライダーね、リーグショップの方で来ておりますが、こちらはですね、なんと準適正なんですね。このコースにおいては準適正、ただしレベル3にすることができると最適性に上がってくるよということになっておりますので、こちらをレベルアップするという方法もありそう。これはちょっと僕は特に検討したいなというふうに思うんですけども、そのカラグライダーがまあ一応準適性から最適性に上がる、そしてウルトラリアが6枚ピックアップされているよということになっております。個人的には現状はこちらのハートバルーン使っていきます。ということで、全て最適性レベル5、レベル5、レベル4、環境は悪くないかなと思います。まずは今日は下見していきましょう。はい、ではノコノコビーチ行きましょう。ノコノコビーチの何だったっけな、RX だっけ、
っとコースの詳細を忘れても、ここに右ターボがギリギリかかるね。よいしょ。あ、ここ間に合わないか。まあいろいろね、オートドリフトならではの悩みはつきませんよ、本当にね。さあ、よいしょ、よいしょ。あ、今のはね、絶対緑コーラ投げない方が良かった。カニにぶつけた方が本当はいいですよね。さあ、ここ右出せるけど、出すと上に乗れないな。まあ、この辺はいろいろ模索ですね、本当にね。あ、下手。えらく下手やな。よいしょ。まあ、ほんとまさに下見をしに行ってるっていう感じの走りになっちゃってますけどね、すいません。あーあー、よいしょ。なんかさ、せっかくだからコインボックスが来てほしいよね。ここにもカニさんがいますね。ここは続くんですね。オッケーオッケー、これは収穫だな。まあ、あとはね、コースに散らばってるカニさんをどういう風に使っていくかっていうのは大事ですね、皆さんね。よいしょ。これきついな、ここ。よいしょ。フィーバーも小塚。よし。よし。あそこにもカニがいますね。よいしょ。もう一回。オッケー。ということで、とりあえずこの点数からスタートしていきます。見どころなしでしたね。はい、ということで、下見の記録は少し越すことができまして、16,324点。このコースの星5のボーダーが7000点ですので、僕はいつも星5のボーダーの2倍ぐらいの点数をまず目指したらどうでしょうというのをね、提言させてもらってるんですけども、そうなると14,000点ぐらいからはですね、リーグ上位でもね、戦える点数になってくる。上位って言っても、まあ、リーグ50ぐらいまでがいっぱいいっぱいですかね。それより上になると、2倍ではね、こと足りないことが多くなってくるかと思いますけども、まあ、一つの目安にはなるかなと思いますので、星5の2倍覚えておいてみてください。そんな感じでしたね。 OK です。はい、では2コース目のピーチサーキット R やっていきましょう。このコースもまあ結構登場してから長いかなという印象ですけども、このコースはウルトラレアのみのピックアップになりました。ウルトラレア8枚、ピックアップされておりまして、ここもですね、コインボックスキャラが2人ピックアップされておりまして、ロゼッタスイマーバージョンと、こちらのバケーションピーチと。ちょっとね、今週珍しいなと思うのが、このバケーションピーチと、スイマーロゼッタに関して2コース目なんですよね、最適性がね。結構珍しいですよね。だからさっきのノコノコビーチもそうだし、こちらのピーチサーキットでもピックアップというところで、まあ、1枚持ってると、ね、2度お得になってしまうっていう、結構なかなかないパターンかなと思うんですけども、まあ、個人的には同じく今週はもうバケーションピーチ一択ですね。まあ、これ使っていこうかなというふうに思ってます。さあ、そしてマシンですね。マシンはウルトラレアが7枚とレアが1枚ピックアップというところで、ホワイトピアレス持ってる方はですね、こちらレアでもね、最適性で走れますが、じゃあまあ僕はとりあえずライガーホットロッド、こちらをね、使っていこうかなと。まあレベル3だったら知れてるかなっていう気はしますので、ホワイトピアレスのレベルアップっていう選択肢もあるけども、総チケットも持ってないと。なるほど、頑張ってやっていきましょう。さあ、グライダーですね。グライダーは、あ、ここで最適性できてますね。カラグライダー、失礼しました。先ほどね、準適性だねっていう話をしたんですけども、このコースで最適性で来てるというところですから、まあでも逆に言うと、このカラグライダーをレベル3以上にすることができればね、1コース目でも2コース目でも最適性で使えるということになると思いますので、ぜひ皆さん狙ってみてください。ということで、とりあえず僕はこのプレゼントボックスにしよっかな、使っていくことにします。では、ここも一応全て最適性で揃えることができました。いきましょう。はい、ではピーチサーキット R 下見していきましょう。さあ、このコースは案外ですね、なんていうんだ、コンボのつながりが悪いというかね、厳しいところがあるコースだなといつも印象なんですけども、よいしょ、難しかった。すげえ黙っちゃった、今ほんとなんか一瞬真剣にやってしまいましたけども、いい、飛んでこーい、よいしょー、はいはいはい、いいタイミングで、いいタイミングのコインボックス。よいしょ。なぜボムヘが来るんだ？よいしょ。ボムヘ邪魔だったな、すごく。ああ、ね、この辺がね、ご愛嬌ですよ。愛嬌、愛嬌。ね。やっぱり、あの、配信者は愛嬌が大事ですね。オッケー！コインボックスフィーバー。飛んで火にいる夏の虫がいましたけども、これをね、確実に拾いながら。よーし、いい直線。
このコースは本当直線で来ると非常に嬉しい。ここから続いてる。コインボックスフィーバーが出た回は貴重ですね。おお、コインボックス、うわー、運ないなー。あ、続いてる。 OK。 さあレベル5以上ですので赤コインボックスも出ると。6位かー。おお、すごいなー、コインボックスデーですね。よいしょ、いいぞいいぞいいぞ。しかしちょっと1位になれなさそうなのがどうも悲しいところですけども。うわー、ちょそれはないなー。よいしょ、2位までは来た。あ、途切れたな。うわ、すごい、これ本当にもったいないな、このコース。すーげえもったいない。めちゃめちゃコインボックス来たじゃん。この記録結構出てんじゃない、ひょっとして。2万点いってる。いやー、すごかったですね。2位なのが非常にもったいない。走りが情けなかったんで申し訳ないんですが、コインボックスフィーバープラス単発コインボックス何回来ました？ 4 回ぐらい来ましたよね。まあコースの全長も長いんですが、うわ、ちょっとこの記録抜けるか？走り込み動画で抜けるか、この記録。だいぶ怪しいぞ。ちょっといい記録出たな。コイン105枚取ってますもんね。すごいですね。さて、星5のボーダーが8100点ということですね。まあ、16200点ぐらいじゃないですね。16200点っていうところにね、目標を置いていただくと一ついいんじゃないかなというふうには思いますけども、僕自身も下見の記録を大幅に更新することができました。うわー、走り込み動画したくなくなるパターンだな、これは逆に。はい、では3コース目ドーナツヘア 2X、 こちら見ていきましょう。こちらがなんといっても新コースになっておりまして、ウルトラレア4枚のみのピックアップとなっておりますキャラですね。非常に厳しいところかなというふうに思います。今回ねガチャで来てるのはこちらニコキノピオと、なんか噛んでるなというところになっております。お、黒ヨッシー純適性来てるじゃないか、ガチャで引いたやつですね。じゃあ僕はどれを使うといいんだっていう感じですけども、まあとりあえずネコピーチ使っておきましょうかね。はい、マシンもありません。ウルトラレア5枚のピックアップとなっております。何か持ってる方は使ってみてください。じゃあ僕は一応こちらの、ビートデーモンでいこうかな。さあ、グライダーもありません。結構厳しいですね、今回は。ということで、なんとまさかの全て準適正というところでドーナツヘア。まあエクストリーム系のコースであるということが唯一の救いでございます。いきましょう。はい、ドーナツヘア 2X 行きましょう。これは左のプーを拾ってから本当はね、今のジャンプアクションに行くのがいいんですが、今僕実はすいません、狙って外しました。一番情けないパターン、狙ってちゃんと外しました。さあ来い、加速しろ、いいぞープー。ここもプー、ここもプー、よいしょ、いいぞー。あらー、結構てんやわんやしましたね。さすがエクストリーム系のコース。あとはどれくらい、しまった、2つベルが並んだ時にベルを一気に2つ使ってしまった、もったいない。よいしょ、こういうのですね、うまく壁蹴りのような形で使っていけるといいですよね。よいしょ、はい、次当たれ。おー、当たった、素晴らしい。よいしょ、いやー、すべて準適正の割にはいい走りというか、うわー、すごい取られ方した今。よいしょ、よいしょー、1位取ってないの。あ、すげー、前にもう1台いたわ。1万点からスタートです。よかった。それでも下見の記録はね、抜くことができました。1万点はでも少ないですね。なんといってもこのコース星5のボーダーが8600点。バイトじゃないですね。星5のボーダーの倍というとですね、17200点っていうところになるんですけども、さすがにね、新登場のコースとなりますので、最適性のね、環境も厳しい方が多いと思いますので、なかなかそこまで行く方は少ないと思うんですけども、まあ、ボーダーは高めに設定されてるコースというところになっております。僕みたいにね、すべて準適性だと、星5のボーダー行くのもね、やっとというところになっておりまして、結構大変なコースでありますけども、頑張って走り込んでいきましょう。
はい、ということで下見を終えた段階での順位は14位というところで、これは結構厳しいっすね今回。うわー、ここ結構だって2コース目とかいい点数出しちゃったから、ここから頑張んないといけないですね。今週厳しそう。はい、ということでトップ画面に戻ってまいりました。今週は猫ツアーキノピオカップ、こちらがリーグ対象となっております。3コース下見させていただきました。何か皆さんの参考になってれば嬉しいなというふうに思っております。今日の動画の内容良かったよって方はですね、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、次回まずは早速ノコノコビーチ RX1 コース目ですね、こちらからやっていこうと思いますので、そちらの動画もぜひ楽しみにしていてください。それでは今日は以上です。失礼します。